ペイちゃん、アソちゃん、やば、息しろ、今あくびしたら息しろ、ほんまや。でもさ、基本的にはさ、まださ一桁じゃないでしょ。まだ全然。え、なんで一桁じゃないのに白くなるの、もう息が。確かに。え、でもこっちがあったかくてとか、あ、うちらがほかほかだから、うん、なんか夏さ、サウナとかでさ湯気体が出てもあんまり目立たないのに。確かに冬目立つの。え、それ同じ原理なの。私納得できないかも。さっきからノーしか言ってない。自分に嘘をつけない。よく言うな。え、ゆうか、今晩のミッション、うん、この山の木、うん、何本あるか全部数えて。やば。え、この黄色いのは何？これなんだっけ？イチョウ。え、イチョウにしてはでかすぎない？形違う。自然豊かすぎて成長してんのかな。だからその東京のさイチョウよりもさ栄養がたくさん行き渡ってるから立派なのかな。また私一人でベラベラ喋ってる人みたいになってるじゃん。でもやばい、なんかめっちゃ整ってんだけど。自然欲してる。普通に東京いたくないもん。まあそうやんな。全然東京なんか煽っていいわけない。そうだよ、山形で生まれた人間が。いや本当だよ、東京なんて。ラー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 。キモいって。何年やってんのこの笑い。何年、あと何年続けるつもり。これずっとやばいって。もう棺桶でもやる。 1.5 タグってこと。 1.5 タグできる。え、待って、待って、こいつ結構米タグの下手。でもいや、水、いや、え、結構レベチ。ゆうかだってあれだよ、砂利みたいになるよ。ご飯どういう話だ。 1.5 米水。うわ、なんで、何が、何がおかしい。そうだよ、米水だよ、全部調べるから。北京原人。シャリラ、シャリラ。うわバカで、こいつ、こいつ多分今晩ずっとこれ言ってるよ。このさ、なんていうんだっけ、このメシリンだっけ。メスティン。ちょっと待って、軽量カップは。あ、米の袋の中入れちゃった。300cc、うん、え、ミリリットルしか書いてないんだけど。ミリリットルと cc。 あ、怖い。大丈夫。え、ミリリットルと cc 多分同じやで。ねえ、また調べる。普通の水の時は 300cc やけど、無洗米の時は 340cc って書いてるから、それで大丈夫ですか。でもそれを逆にあれじゃない、そこを少なくして固めていこう。うん、そのぐらいでいいんじゃない。300でいいんじゃない、そのまま。 40cc も違うで。じゃあ300、310。どうしよう。ちょっともう壊れちゃった、さっきのやつ。なんで。うちらのキャンプなんてそんなもんよ。間違ってないね、うん、はい、こっち300で、こっち300よりちょっと多くてもいい。絶対炊けた頃にどっちだっけってなるだろう、どうせ。シャリーだ。私意外とさ、こういうの神経質なんだよ。シャリーだ。ねえねえ、私って神経質？神経質じゃない。神経質じゃない。じゃないと思う、大丈夫。やば。あ、神経質ぶるけどね。うん。だって神経質な醤油とか入れる時だけよ。え、神経質じゃんだからやっぱり。で、そ、いらんねん、その神経質。もうこれ300でいい？無洗米。うわ、え、いやいや、だからそれ、まあ、うちは300でいいと思ってたよ。じゃあこれでいくで。信じるからな。蓋していい？それぐらいはいい、それぐらいは、ね、全部聞いたら失敗したくないので。別々に炊飯するんですか、こうやって一気にバンと置くってこと。いや、その、なんだこいつ。なんかやれることあるかな。やる、いいの。え、うん、いいの、うん、はい。玉ねぎみじん切り。あ、じゃあよく、もしかおい。みたらし団子に豚バラを巻く。うわ、最高。食べたい、早く。食べる、焼く、うん、食べる。なめくさってる。どう考えても戦力がいい。うわ、また何かすると本当涙出ないってやってたんだよ。割り箸噛むでしょ、それ。割り箸食ってるの変だけど。よいしょ。うわ、このまま食いて、みたらし団子。蓋巻いたら絶対やばい。結構やばい。うますぎて。え、うん、うますぎてごめん。
クマ聞いてごめん。歌手になりて。いやいや、じゃあデビューしてから。確かに歌手やった。肩書きアーティストにしようかな。アーティスト（YouTuber）。みたらし団子一口に豚バラ1枚、2枚。もう不器用。どうやって巻くのが正解なんだ。あ、でも2枚ぐらい豚肉巻いてもいいかも。いい感じ？そっちの方が美味しいかも。そうだね。玉ねぎ切るの夢中になりすぎて無言すぎね。いくらなんでも。お、待って、結構上手に巻けた。見て、美味しそう。もうもうそれ3日前から美味しそうやね。食べたくて。私結構見て、綺麗じゃない？見て、めっちゃ美味しそう。いや、いいんだよ。美味しそうなの。お前やば。切れてる？全部繋がって。上見てみ。だれ？まあ、炒めるか。なになになんて？がっかりされてるよ。がっかりじゃないんだ。なになになに？シャーリーだ。うるさい。本気で、うん、アドの歌い方みたいなできるようになりたい。どんなコードテクニックを身につけようとしてんの、それは。シャーローロロ、やばい。やばいやばい。あ、エモ。エモ。どう、このみじん。巨大みじん切り。わかんない。まずこの玉ねぎを何の料理に使うか。それはですね、ハンバーグです。だったらいいんじゃない、そのちょっとザクザクザク。確かに確かに、なんかね、玉ねぎ美味しいよ。なんかフォローされてる方が切なくなってきた。うん、分かってんだそれは。なんかもう手袋してたらさ、うん、手が汚れる心配がないって考えたらさ、手袋なしの生活考えられなくなってきた。いや、はい、言うか。いや、普通油吸ってから。ちょ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 、なんですぐ油入れんの？うちらやばい。温めてから入れるじゃん、普通。普通はね。うん、おらん方がマシ。いや、普通はね。おらん方がマシ。確かに。ってんの。うちらの力にはね、力になりたいって気持ちは山々だよね。うん、足でも足でまとい。おらん方がマシ。実際。正直。正直。俺一人でやった方が早い。いや、早くはないけど。あ、じゃあ行く。でもだって俺さっきから付きっきりでやる。ほら、じゃあ早いやん、俺一人の方が。ってこと？気使わんかったら正直。いや、でもいやいや、ちゃんとやってくれたら全然。ちゃんとやったことないやん。ちゃんとやれてはないじゃん、結局。でもいや、だから油が一回、じゃあ一回。やばい、目痛い。割り箸かみたい。痛いね、どうしよう。炒めるのも無理だし。たくさん涙流した方が美味しい玉ねぎに出会えるのかな。だったらしょうがないけどさ、ガテン系の作業の方がいいわ。好きだもん。痛いらしい。いきます。見て、見て。あ、いいね、今回。メスティ点灯式。やば。シャーリラ、シャーリラ。結局。やっぱ来て。え、なんで？鬼滅。何が鬼滅？え、鬼滅？その炎の感じと。キメッチ。やばいやばい。何？やばい。何？やだ。何？何？うそうそ。日焼け止め塗ってたから風呂入るタイミング逃したけど、凍ってるってくらい冷たい。冷たい。水がやばいね。ん？水。うん。極寒の中、冷水で洗顔をします。やばい。やばい。なんか何？熱湯に感じてきた。わ、すごい。
すごい麻痺してます。やばい、先輩先輩かも。え、まだ終わんないの？え、もう一回地獄。この季節っていうのもあるし、ここのキャンプ場のこの水、あのいい具合にキンキンに冷えてて、で気温的に今何度なんだろうね。5度ぐらいの中、冷水で、うわうわ、やばね。あ、ぬるぬる、あった、冷た。何、どっち、なんかぬるく感じてくる。ふふふ、なんか映ってるかも。え、やめて。なんか、この木の間、冷静に